8月何にされてるんですか。いやいや、ちょっと年賀状の整理ですけど。何枚ぐらい来てますかそれ。違う、あの全部で400枚ぐらい来てるんだけど、仕事仲間とか友達とか、そう含めてですか。お仕事で普段なんていうかな、あ、会わない人。お誕生日おめでとうございます。おー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 ちょっと待って、すみません、日頃お世話になっていまして。いやいやいや、ちょっとどうしたの。うわ、めちゃめちゃ可愛いじゃん。すんませんって。いやー、67歳ですね。そうですね。いや、ありがとうございます。そうだ、今日はあれだ、誕生日だもんな、ちょっと忘れてた。うまそうじゃん。あ、美味しそう。あ、これえなりさんが買ってきたんですか。ミシクのラテールという、おー、はい、洋食屋。大好き。いや、これで消せないと後遺症とかやれちゃうからだからさ、もともとこういうの不得意で。ちょっと切ってお持ちしますので、ディレクターさんも一緒にお願いします。あ、僕もいいんですか。もちろんもちろん、準備していきます。ごめんごめん、サンキューサンキュー。実際どうですか、67歳って嬉しいんですか。誕生日、はい、誕生日はなんか温かい気持ちになりますよ、やっぱり、はい、いや、変な話、もいつ終わってもいいっていうか、悔いはないけど、あ、やっぱあるか、悔いはありますよね。まあ、剣道将来今回こそこいつ終わったなみたいな、うん、あの思われてるのはもうほとんどだと思うので、叩かれてるうちが花よとかいろんな意見が出るけど、うん、そういうもんではなくて、やっぱりそれは苦しいっすよ。おー、サンキュサンキュ。いやいやいや、果物好きなんですか。果物好きです。果物はもう命ですよ。何だろう、命。いただきます。これはうまいね。甘さを抑えた大人のケーキです。うん、伊沢さん、そのチョコ食べなくていいですか。これは恐れ多くて、え、もうずっと何十年もダイエットしてるんで、うん、まあダイエット気味食べるじゃないですか。ありがとうございます。ちなみになんですけど、えなりさんは石田さんのマネージャーを何年やられてるんですか。まあ12年から3年ぐらい。はい、あ、そっか、ちょっと待って、うわ、どうしました。いや、すみれから、すみません、ちょっとだけ。はい、あ、もしもし、もしもし、はいはい、ごめんごめん、なんか忙しかった、ごめんごめん。うん、全然。あ、いやいや、ちょっと電話。ああ、いや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 、ありがとうございます。いやいや、そうなのよ、また一つ年を取りました。まだしばらく頑張ります。そうそうそう、いやいや、この後もそうなんだけど、あの、なんとね、言ってなかったけど、今日誕生日の日から、YouTube をね、配信するのよ。まあ今更と思うかもしれないけどね。まあだけどほら、人生遅すぎるは、まあ、あるけれどもないから。YouTube すごい見てるし、でもなんとちょうど、お、7時から初配信になるんで。そうなんです、そうなんです。はい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 、いやいやいや、またね、近々いろいろやりましょうね。じゃあね、あの、体に気をつけてね。では、ありがとうね。はい、 Thank you、 バイバイ。7時になった。これって見れるんですよね。見ますか。うんうんうん、見たい見たい。一緒に見ますか。はい、石田さん、こんな感じですね。うわ、ちょっと怖いですね。なんかやるべきだと信じてることをやっていきたいっていうのがうまく伝わるといいんだけど。これで感染ルートって分かったりする。そうだよ、だから素直に申し訳ないなというふうには思ってます。こういう質問来るとは思わなかったけどね。あ、本当ですか。そりゃそうですよ、全然。だって、小さい子供が3人いて、妻1人、家族5人で暮らして、2人はまずいよね。
まずいですよ、それは。おそらくみんなが知りたいことだと思うんですけど、去年コロナにかかって、あ、結構早めに治ったイメージがあるんですけど、そうきたか、はい、みたいな。罰金っていうんですかね、罰金っていうのはスポンサーさんとか、あの返金だけだったらいいんですけども、例えばイメージとかを非常に傷つけたとか、ここまで言っていいんかなということで、売り上げも落ちたとか。以上です。いや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 、67歳になって YouTube で初めて自分自身を見るってどんな気分ですか？一生懸命なんていうかな、真摯に本当にね、なんか飾った言葉じゃなくて心のなんか言葉、そういう、まあ、魂のっていうかね、はい、認められていったらありがたいですけど、だから優しいことを深く、深いものを面白くというか楽しくというか、キャー、これはまだゼロですけど、ああ、そう、ここの更新ボタンを押すと今が19時24分ですね。はい、まあ、大体25分経ちました、配信して。はい、はい、どんな審判団を甘んじて受けます。いいですか？いや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 、もうボタン押しちゃっていいですか？はい、はい、いきます。キャー、46回ですね。へー、いやー、ありがたいですね。感動しますけどね。あ、本当ですか？見てくれてるんだ。これってだけど、あの、あれなんですよね、書き込みとかあるんですよね。ちょっと見ますか。 そこ怖いですよね。はい、お、来てますね。お、もう少し短くまとめて動画投稿した方が良いぞ。わかりました、ありがとうございます。はい、話長えな。でもありがたいですね、初めて来た。こう支持してくれたり批判してくれたりっていろいろ両方あるし、それはまあ批判じゃない方がありがたいですけど、基本的にはこの無視っていうのがね、一番我々の知ってる世界ではそれが一番つらい。フリーマ文化の時に、あの、外を歩いてた時、そこそこほらドラマとかやっててこう支持してくれていた層の方々が、そのうわ石田純一もうほんといけつかねえとか、あの敵意とか、うん、ほんとふざけてるわねとか、うん、そっちの方がありがたいんですよ。立ってみて、あ、もう絶対っていうか全くもう見ないし、そっち見ないし、見てないからねみたいな、そっちの方が一番こうきつかったですね。だから視線が刺さる方がまだいい。叩かれてる方がまだマシってことですか？まあそういう言い方なんだけど、いや、叩かれてるの嬉しくないですよ。もうやっぱさ、大変あの来ますよ。だからここに本当打てば。普段パソコンしないですか？しないですね。み、NNN、またみに、それは変換ですね。変換ってどこですか？こう押すとこう選べるんですよ。ああ、で、これ矢印でこうやって、で、1、こっちにそれを持ってってクリックです。クリック、はい、こういう親切な人は特に、ここ、クリックです。はい、はい、あ、 OK です。で、OK、 はい、で、これをよくみんなチェックされるんですか？じゃあ例えばこれを受けて、その次への対策というか。ああ、話長いな、どうしようかな。言いたいことがいっぱいあるのか。奥さんにもよくやります、話長いからってね、よくやれるんで、どうやって短くしよう。いやー、こんなに見てもらえて、まあ、これがあの少ないか多いかって言われても僕らはまだ分からないんですけども、すごく嬉しいですね。で、あの、本当もうブーッと、もうみんながもう本当に「お前消えろ死ね」とか
いうのが多いのかなと思って、まだこうちょっとね、知られてない分そこがおとなしく始まりましたけれども、ありがとうございます。ご視聴いただきましてディレクターさんもありがとうございますチャンネル登録ぜひよろしくお願いします。